こんにちは。三重県住宅会社ハーモニーのお客様サポーター中村です。今回こちらの平屋のルームツアーやっていこうと思います。それではルームツアースタート。はい、ではちょっとまず外観からご紹介していきたいと思います。はい、まず外観はですね、あのガルバリウム鋼板を使わさせていただいておりまして、まあちょっとですね、ブラウンを使って、まあ、あの玄関の周りだけ少しオレンジ色を使わさせていただいております。はい、まあ、汚れ等にも強くてですね、まあ、お手入れが楽な外壁となっております。こちらの物件はですね、あの YKK さんの、引き戸を使わさせていただいておりまして、まあ、あの出入れがものすごく楽な玄関になっております。はい、それでは中に入ってみましょう。わ、玄関広いですね。ではまずちょっと左側の、玄関収納をご紹介していきたいと思います。まあ、結構土間収納って言っても結構いろんな用途がありまして、まあ、あの靴を置いたりとかですね、あとまあのゴルフとかされる方であれば、まあ、ゴルフバッグを置いたりとかも結構できるようなスペースとなっております。上がらせていただきたいと思います。よいしょ。まずですね、こう上がってすぐにリビングの扉があります。まあ、こちらのウッドワンサーの商品を使わさせていただいておりまして、大きなガラスを使っております。まあ、結構中でワイワイしててもこう分かるような結構楽しいお家になっております。それではリビングに入ってみましょう。はい、でまあリビング入ってですね、まあ、すぐにですね、あの収納がついておりまして、まあ、こちらのちょっとキッチンとも近いですので、まあ、あの買われた食品等をですね置いていただけるようなスペースになっております。でまあ、トイレなど あの収納にも使えますので、まあ、結構リビング収納というのは非常に優秀かなと思います。はい、ではそちら、じゃ見ていただいて、まあ、すぐにですね、あのまあ洗面があるような間取りになっております。こちらの洗面はですね、ハウステックさんの洗面を使わさせていただいておりまして、まあ、三面鏡があるので、まあ、自分の髪の毛セットする際とかにもあの後ろを見れますし、まあ、この辺に物を置かれてもですね、まあ、落ちないような仕様になっております。で、あとまあ収納もですね、こういう風にちょっと分かれておりますので、まあ、結構収納力もありますし、まあ、いろんなことをこう分けてですね、あのできるような仕様になっております。こちらはですね、あのまあ三面鏡の後ろの方もあの収納になっておりますので、まあ、歯ブラシ等を入れていただいてですね、結構あの生活感をなくすことができるようなものになっておりますですね。まあ、洗面のすぐ横に、まあ、トイレがあります。じゃあもう入っていただくだけでですね、まあ、蓋がすぐ開くという、こちらはですね、リクシルさんのフロートトイレっていうものを採用させていただいておりまして、まあ結構こういった横の間接照明ですね、まあ、これも結構あの高級感が出ていいと思いますし、まあ、なんといってもですね、あの下が浮いておりますので、まあ、お掃除がものすごい楽というメリットがあります。反対側にですね、脱衣室がございまして、よいしょ、こちら入っていただくとですね、まあ、一坪タイプの脱衣室ですねっていうものと、あとまあ右手の方にですね、こういった可動棚を付けさせていただいておりますので、まあ、バスタオルであったりとか、あとまあ下着類とかもですね、まあ、あの隠して収納することができます。では、浴室も見ていきましょう。それでですね、はい、まあ扉がまず引き戸っていうところで、まあ、あの俺とと比べてですね、まあ、お手入れ等も楽ですし、あとまあこう開けた際に中に誰かがいたとしても、まあ、当たることのないような仕様になっております。ですね、まあ、浴室なんですけども、まあ、こちらは、一坪タイプの、ハウステックさんの商品を使わさせていただいております。でちょっと床の方も見ていただきたいんですけど、まあ、ちょっとしたですね、まあ、バリアフリーとして、まあ、あの段差をなくすような工事がされておりますね。それで、まあ、洗面の正面にですね、まあ、こちらのキッチン、こちらもハウステックさんの商品を使わさせていただいておりまして、はい、まず後ろですね、大容量の収納がついております。はい、まあ、少しあのお客様の要望でですね、あの背を高くさせていただいております。はい、まあ、上の方の収納にも結構なあの収納ができるので、はい、結構これくらいあると十分かなとは思います。はい、で、まあ、あとキッチンの方なんですけども、食洗機をつけさせていただいておりまして、まあ、毎日のですね、まあ、皿洗いが結構楽にはいけるかなと
思います、はい、あとまあ、基本的にはですけども全ての商品オール電化でやらさせていただいておりますので、まあ、こちらのですね IH を採用させていただいております。まあ、やっぱガスがない分ですね、まあ、火災の原因っていうのも一つ消せるっていうところで、まあ、小さいお子様がいるところにも結構安心かなと思います。そうですね、ちょっとまあシンクの方なんですけど、こちらですね、ナビッシュというものを使っておりまして、まあ、タッチレスで水を出すことができるような商品になっております。そうですね、まあ、こちらにもちょっとリビング収納を設けさせていただいておりまして、はい、まあ、結構平屋だと収納少ないなって思われる方多いんですけど、まあ、こういった形で、まあ、リビング収納を結構多く取ることによって、まあ、収納をしっかりできて、まあ、リビングをしっかり綺麗に見せることができます。で、まあ、この LDK がですね、まあ、ちょっと L 字になってるんですけど、まあ、これ全てで約23畳の LDK になっております。それでちょっとまあこちらのお家がですね、まあ、ちょっと床材見ていただくとあれなんですけど、はい、普段ちょっと使わさせていただいているピノアースという商品ではなくてですね、本当の杉の木を使っております。まあ、こちらはまあ無塗装のものにはなるので、まあ、ちょっとお手入れっていうところは少しピノアースと比べると必要にはなってくるんですけど、やっぱ木の温かみがさらに分かるような商品になっております。であとまあですね、壁の方に関しては、まあ、うちが標準として使わさせていただいておりますハーモニーウォールを採用させていただいております。やっぱ塗り壁っていうところで、まあ、調湿効果であったりとか、まあ、ハウスダストの吸着分解っていうのを行うので、まあ、いつまで経っても空気がきれいっていうところですね。まあ、こちらに、今からまだ薪ストーブがついてくるんですけど、やっぱり23畳あると結構皆さん寒いと思われがちなんですけど、やっぱ薪ストーブ一つあるだけでですね、まあ、部屋中温まるというところでいいと思います。はい、でまあ、リビングのこちら側ですね、フリースペースとして使っていただけまして、まあ、最近だと本当にテレワークっていうものが増えておりますので、まあ、こちらにデスクを置いていただいて、まあ、こちらで作業していただくっていうのも一つかな。まあ、こちらのお家はですね 3LDK になっておりますので、はい、まあ、各部屋も行きましょう。まあ、こちらはですね奥様のお部屋になっておりまして、はい、まあ、こちらもウッドワンさんのカテゴリーを使わさせていただいております。それではちょっと中に入っていきましょう。こちらのお部屋はですね、まあ、6畳のお部屋になっておりまして、まあ、床材もですねちょっとリビング同様杉の木を使わさせていただいております。今ちょうどお昼前にはなってくるんですけど、まあ、南側っていうところもあって、まあ、電気をつけなくてもですね結構火が入ってですね、お部屋自体がもう明るいような形になっております。続いてですね、お子様の部屋をご紹介していきたいと思います。こちらのお部屋はですね、まあ、広さが 5.2 畳になっておりまして、はい、まあ、扉付きの収納をつけることによってですね、まあ、お子様の、まあ、友達が来られた時とか気にならないような仕様になっております。はい、あとこちらの床材もですね、リビング同様に杉の木を使わさせていただいております。まあ、お子様のお部屋はですね、まあ、全てクロスを貼らさせていただいておりまして、まあ、違った雰囲気にするといいますか、はい、まあ、結構落ち着いた雰囲気で結構素敵だと思います。最後にですね、まあ、ご主人様のお部屋をご紹介していきます。こちらのお部屋はですね、まあ、広さ6畳でして、はい、まあ、ちょっとまあ見ていただいて、はい、壁もですね全てクロス、木目調のクロスを貼らさせていただいておりまして、はい、ちょっとまあご主人さんのご要望でですね、まあ、自然が結構好きっていうところで、はい、全て木目調のクロスを貼らさせていただいております。でちょっと床材もですね、ちょっとうちの標準品であるピノアースを使わさせていただいておりまして、はい、まあ、ちょっとワンちゃんを飼うっていうところでですね、はい、まあ、水に強いものを使わさせていただいております。今回のルームツアーいかがでしたか。はい、まあ、また間取りは最後にご紹介させていただきます。はい、この動画がいいねと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバーイ。